お疲れ様でございます。今日の何やってんだよニュースですけども、会社員の男が逮捕されました。電車内で女子高生にわいせつ行為で下半身を触ってですね、体液なるものをかけたということで、もう何やってんだよって話ですよね。これはちょっとね、ビデオの見過ぎなんじゃないかなと。もしくはそういうところで我慢しとけよって話なんですけども、ちょっと私がね、注目したいのは、この犯罪行為をした人がね、こっちの人なのかなと思っちゃったんですよ。この人だと思ったら、これは多分、刑事さんか誰かですよね。この人がね、犯人、滝沢容疑者ですよね。体液かけ、制服のベストを汚した疑い。疑いなのかな。裁判で確定するまでは、こういう人でも推定無罪ってことになるんですかね。どっちにしても、何やってんだよということでね、とんでもないニュースがあるもんです。日テレニュースさんでした。